今日は尾崎対談ということで、はい、ちょっと吉田君の方からあのゲストをご紹介いただけんですか。はい、今日のゲストはあの今尾崎さんからも説明がありました通り磐田東高校のゴールキーパーコーチの尾崎雄志さんにお越しいただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。尾崎さん、今日はお忙しい中ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あのちょっと字は違いますけど尾崎対談ということで、はい、年代も同じって言うとちょっと失礼になりますけれども僕よりちょうど一回り下の、尾崎さんということで、はい、でも今日は初めてゴールキーパー出身の方のこう対談になりますんで、はい、ゴールキーパー向けのお話が多くなると思いますけども、ぜひ専門的にまたお願いいたします。はい、よろしくお願いします。吉田君、じゃあ、 今日の一応テーマは僕は必ずそれちゃうけども一応テーマをお願いします。はい、あの今日のテーマはまず一つ目、最初のテーマですけれども、うん、はい、元あのジュビロ磐田Jリーガーのもう活躍した尾崎さんにこう今どういうふうに高校で指導されてるかっていう、まあ、尾崎さんのゴールキーパーの指導理念について。はい、そうか、尾崎さん、今ちょっとこう本当は男性だでいいんですけど52ということで年がね、はい、ジュビロの在籍は何歳から何歳ぐらいまでだったですか。18にヤマハ発動機に入りまして。ああ、はい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 。2000年に移籍したので、はい、13年、31ですか、ね、ですよね。はい、結構長きにわたり J リーガーというね肩書きで活躍されてましたよね。はい、あ、いや僕らもやっぱりね、地元って言っちゃちょっと言い過ぎなんですけども、やっぱジュビロとか、ね、エスパとかグランパスとかっていうのがこう東海地区のJリーグとしてやっぱ見させていただいて、1分の1のポジションですから、やっぱ名前も覚えやすいし、僕も同じ呼び名なんで、ね、若かりし頃からよくご存知であったんですけど、はい、ちょっと今日のこうゴールキーパーコーチ、今高校生にされてるということで、Jリーガーの経験からして、今の高校生にこう尾崎さんのゴールキーパーの指導理念的なところっていうんですかね、ここにこだわってやってますよっていうのをちょっと聞かせてもらいたいんですけれども。まずやっぱりキャッチングですかね。ああ、なるほどね。うん、やっぱり今簡単に弾いたりとか、うん、パンチングで逃げたりとか、うん、取りに行くっていう選手が少ないですよね。ああ、まあ、安全のためなんですけど、うん、やっぱり技術がないからそうするのかなと思うんですよね。なるほど。ちょっとそれは僕は奥深いなと思うんですけど、はい、確かに さっきの安全っていうの言葉が出たんですけども、うん、そのやっぱハンブルした後のプッシュのゴールっていうのですかね、はい、そういうのも多いわけですから、でもやっぱり尾崎さんからするとキャッチングあってのパンチングだったりフィスティングっていうことですかね。そうですね、まず取るのが一番ですよね。それで、うん、まあ安全なところに強く弾くとか逃げる、うんうん、そうか、取ってしまえば確実にマイボールですもんね。はい、その点やっぱり2、3年前ですか、うん、ジュビロにカミンスキーがいましたけど、はい、あれキャッチング素晴らしかったですよね。ああ、そうなんだ。取ってるようなイメージがあるんですよね。ああ、やっぱりちょっと視点が違うね。僕らはその一般のこうフィールドプレイヤーからすると、僕なんかこの年ですけどもプレイヤーとしてはフォワードしかやったことなかったんで、はい、まあ、確かに取られるとはしゃくりさるけど、弾かれると惜しかったなって、こうちょっと自分ちょっとね、シュートもうまかったんかなって言って錯覚しちゃうから、取られると腹立つしね。はい、吉田君、これね、ちょっとね、
キャッチングっていうことを僕はね、今までは尾崎さんには悪いですけども、こう弾いて、さっき言ったようにプッシュして入れられる確率が多いって聞いたんですよ、うん、はい、ヨーロッパなんかは、うん、だからなるべくその安全なところへ遠くにこう弾いた方がいいんじゃないかっていう意見も聞いたことあるんですよ。あ、うん、だからまあちょっとそこはね、まあ、いろんなね国と文化も違うかもしれんけども、まあ確かに尾崎さんのようにキャッチングがやればマイボールっていうことは間違いないですもんね。そうですね、はい、うん、そうするともう一個の質問でいくと、そのまあ今チームも任されてるっていうことがあったんでね、はい、そのでも J リーガーを長くやってきて、その育成年代一番の難しい16、17、18歳じゃないですか。はい。そこを見とると、こう、J リーグでこう学んだっていうか、経験したことで、子どもたちにこう直接伝えられるような、その考え方というか、その、まあ本当に尾崎さんの指導のこうコンセプトっていうんですかね。うん。これは何にこだわってお見なのかな。まず考えさせることですかね、うん、やっぱり今の子は特に与えてただそれをやるような感じで、うん、何も考えてやらないですよね、練習も、あ、じゃあパスしますよってただやってるだけで、うん、で立ち止まったままやってたりとか、で一言言うとやっぱり動き出して、や、うん、考えてちょっとやったりとか、うんうん、だからゲームやる練習してもまあこういうふうなルールでやりますよってオーガナイズしてやって、うん、で途中で何を求めてると思うっていうような感じで聞くんですよね、うんうん、ルールの中でこれこういうことしてるけど、まあそれは別にルールの中で正解なんだけど、うん、俺が求めてるものじゃないっていうような感じは言ったりはしますね。なるほどね、はい、そうするとやっぱりそのオーガナイズされたことに対して、例えばそのトレーニングのこうテーマとかっていうのが理解できてなくてやっちゃうからそうなるってことですね、はい、じゃあ逆にもっぺん元に戻って、ゴールキーパーのトレーニングってあるじゃないですか、いろいろと、はい、はい、こうまあ、今はさっきのチーム持ちだからそこまで個別に専任してやってないのかもしれないですけども、僕は1分の1のポジションであるがゆえに、はい、トレーニング、例えばゴールキーパーに考えさせるとするならば、こうどういうことを意識させます？まあ、J リーガーのゴールキーパーからするととりあえずポゼッションで、まあ、シュート練習やったりすると、うん、やっぱりキーパーってもうゴール前に張り付いたままなんですよね、どこにボールがあろうと、うんうん、はいはいはい、だからボールがここにあった時にお前どこにポジション取るのっていうような感じのことは言ったりしますけど、やっぱりポジショニングですか、キーパーのポジショニングですか。そうですね、まあ、ディフェンスラインがここだったらどこに立つのみたいな、うん、そういうのはやっぱり全体でやりながらは言いますけど、うん、角度と深さっていうことも当然言います。そうですね、あと難しいのがクロスボールに対しての体の向きとかそういうのは教えるコーチによって違うんですよね、やっぱり。あ、そうなんだ、はい、あ、そうなんだ。尾崎さんはどうですか、もし教えるとするならば。まあ遠いとこだったらやっぱりどうですかね、正面見るような感じで、まあ、まっすぐ走れるような感じでは考えますけど、うん、ニアサイドにもね、えぐられて入ってきたやつにはもう正対してニアサイドでニアの速いボールを取るようなポジショニングを取らすんですよ、もう正対して。それをやっぱり体開いたままだともうクロス上げられてそれに対しての反応しかできないんで、うん、そのシュート打たれる前に止めるっていうのが僕の考えなんですけど、うん、なるほど、シュート、なるほど、違うんですよね、やっぱ体の向きによって裏を取られた時はもう万事休すみたいな形になるってことですね。まあ、そうですね、うん、フォアサイドに行かれるのはもうちょんって上げられてやられるのはやっぱり
上げる方がうまいと思うんですけど、うんうんうん、ニアサイドでゴロでマイナスのボールとかだったら、うん、取れると思うんですね、ニアサイドで体の向きさえしっかり考えれば。なるほどね。うん、ということは準備段階のところでやっぱり気を使わせるっていうところが尾崎さんのそのキーパーのこう最初のこうアプローチっていうような感じですね、今の話だと。そうですね、どこを狙っているのか、シュートに出して、うん、まあ、狙うのか、その前段階で狙うのかっていうところですよね。うんうん、そうするとあのこう今日2番目に聞こうと思っとったテーマが1個あるんですけども、はい、こう良いゴールキーパーの条件っていろいろ、僕もその大学やってるじゃないですか、ご存知のようにね、はい、で名古屋市っていうジュニアユースやっていろんな高校に送るじゃないですか、はい、そうそう、たまにこういう電話あるんですよ、尾崎さん言ってゴールキーパーいませんか言ってああのちょっと今年ゴールキーパーが取れなくてね言って、まあ、それはゴールキーパーいるわさって185センチ以上おりませんかって言うんですよ。いや、どこの誰とは言わないですよ。はい、これいろんな高校の監督さん見られるんで、はい、ね。そうすると、その、Jリーガーを10年以上やられたゴールキーパーの尾崎さんからするして、今、はい、育成年代のゴールキーパーも見られてるときに、いいゴールキーパーの条件はちょっと2、3挙げてくれんですかっていう質問をしたならば、うん、この物理的な絵の背の高さも含めてなんかこうちょっとこう教えてくれないですか、大崎さんから。やっぱりアジリティとかそっち系が俊敏じゃないとまずあれでしょ、ね、まずアジリティですか。まあそうでしょうね、そこはもうその背の高い低いにかかわらず反射的ないわゆるアジリティがこう優れてないと反応できないということですね、はい、うん、その他にはないですか。やっぱり今足元もね求められているので、その辺が私たちの時代とは違いますよね。そういうことです、はい、ほんとあのドイツノイアが出てきて、はい、守備範囲というか、ね、昔でいうスイーパーの位置にキーパーが いて、当然手が扱えない地域でもボールを扱えなくちゃいけないという、はい、アジリティ、それから足元、もう一に、なんかないですか。もう一は、うん、どうですかね、メンタルが弱かったら、ちょっと。やっぱりな。できないかなと思いますね。最終的にはそのメンタルってさ、尾崎さんさ、はい、僕もその当然のことに僕は大学生にサッカーはメンタルスポーツだって言ってるぐらいなんですよ、はい、でメンタルが弱かったらコーチングもできないじゃないですか。そうですね。でキーパーってコーチング命っていうか、まあかなり重要じゃないですか。はい、そうすると今の話でアジリティがあってね、はい、それから今のメンタルもあって足元があってって言うと、本当は足元って今必要になってきましたもんね。来ましたね。そうすると今の岩田東のこうゴールキーパーの子たちもフィールドプレーヤーと同じような足元のトレーニングにも参加させます、やっぱり。まあそうですね、ビルドアップとか、まあ、ゲームやった時とかも足元でもワンタッチツータッチであれっていうような話をしたりとか、うん、そこでもパス出せれるように、うん、私はやってますけど、ね、そうか、いいゴールキーパーの条件というのはアジリティ、足元、メンタル、まあ、まあ、あとそのメンタル、足元って言っても、うん、やっぱりまあ、キャッチングとかが一番だと思うんですけど。ああ、さっきのね、ゴールキーパーの技術としては、はい、キャッチングね。はい、うん。その監督によって求めてるものが多分変わってくると思うんです。ビルドアップに参加しろとか、
僕の考えだと、とりあえず試合を0点に抑えろっていうような感じなんですよ。あ、その次にやっぱり足元で、まあ、できるならやってください、つないでください、攻撃の起点になってください、うん、まず0点に伝えることが一番で、よくある足元優先させてね。そうです。パスミスしたりしてね。はい。遠くに蹴ろうとしてパスミスして重られてやられるっていう場面、J でもなきにしもあらずですもんね、今。はい、うん。まずキーパーとしてはやっぱゼロで抑えるというために優先順位はキャッチングと。ね。そうですね。シュートソフトですね、やっぱり。あ、でもね、一つね、キーパーでもこうシュートストップ1対1とかシュートストップのめっちゃうまいやついるじゃないですか、はい、例えばごめんこういう言い方すると失礼になるかもしれないんだけども、キーパー練習でシュートブロックのトレーニングって一番、まあ、分かりやすいじゃないですか、キーパーのトレーニングとしては、はい、でさっきのクロスってあったじゃないですか、はい、でクロスでもこう横からのクロスじゃなくて前から来る距離感とかっていうそういうのをやるとあんまりこう、はい、おー、まあ、そこ出ろよとか、おちょっと出るの早すぎんじゃないかとかって、そういうポジショニングとか判断とかってあるじゃないですか、はい、その辺のところもし自分が気がついたらその前後左右のところってどういうトレーニングっていうかどういうコーチングされます？まあ左右は多分、うん、簡単だと思うんですよ。あ、なるほど、はい、あ、左右の方がやっぱ簡単。簡単です。もう縦に出される背後のボールがやっぱり難しいですね。あ、私も現役の時やっぱりそれだいぶ苦労しましたから、あ、縦はやっぱり判断しづらいですね。あ、その前後の距離感っていうのか、それが難しいってことですか？それは難しいですね。そういうことね。まず自分で判断しろとは言うんですけど、出るのか出ないのか、それでまあディフェンス、やっぱりディフェンスはキーパーって声かけるんですよね。うん、キーパーの方が速いっていう判断したら。うんうん、だからそれを競りながらなんで、競りながら見てるんで、やっぱり難しい場面があって、うん、出ろって言われても、もう自分で判断で出ないって決めたら、もうフィールドプレイヤーにクリアさすか、バックパスさすか、どっちかにしろとは言ってるんですけど、うん、まあ、その点はやっぱり、数踏まないとやっぱり難しいかなっていうのはありますね。なるほどね。まあ、今日はちょっとなかなかとちょっと聞いちゃったんですけど、ちょっととりあえず、吉田君、はい、支離滅裂の質問と支離滅裂の回答とね、まあだけど見る人が見るとなんとなく雰囲気で分かっていただける内容になりましたんで、今日はとりあえずありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今日は尾崎同士、尾崎の対談で尾崎さん同士で、はい、はい、第一回目は尾崎さんのゴールキーパーの指導理念を中心にお伺いいたしました。はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。